さあ、こちら、前からちょっとね、いろいろ言われてたんですけど、やっと見つけてきました。はい。見てください、これ。100分の1スケール。はい。たこ焼きのメーカー。レギュレーションセンター。はい。と書いてありまして。あら、どっから見たことあるんだ、これ。いやいや、MSN04-2、ナイチンゲールでございます。ナイチンゲール、あ、続きで見てる人はね、ああ、あれかっていうやつなんですけどね、こんな感じやんすよ、出来上がったら。お、ナイチンゲール、こんなんやったっけみたいな、はい。メタル製のバーニアがついてるね、これ。このメタル製のバーニアがね、誰かにあげたのかもしれませんけど、ちょっと行方不明で、はい、ノーマルしかちょっとないんですけど、今、ここには。ノーマルじゃない、でもいけんねんけど、メタル製のね、このバーニアの入ったやつはね、だけでね、3000円ぐらいはするんちゃうかな、3、4000円は。前も言ってますけどね。で、それが入って、売ってた金額が、実は3000円やった。100分の1がない、100分の1の、100分の1ねで、ナイチンゲールが3000円って安いやん、言うて。で、中確認して、部品見て。で、あれこれってって思ったけど、その時も、まあ部品があるからいいかもらっとくか、みたいな感じで、買った結果、やっぱり、海賊版でした。海賊版でした。これ、ナイチンゲール。この時はね、一生懸命やってたのよ。自分で言うのもないけど。これぐらいパーツがあるねんな。で、こうやって、ボディ。ね。で、まあ、言い方悪いけど、海賊版って言われるやつは、普通はやで、海賊版って言われるやつは、ノーマルと比べて、ノーマルと比べて、まあ、海賊版やから、まあ、例えば質が悪い、品質やな、悪かったりとかするんですけど、あのね、解釈の違いっていうのはな、日本で、作られた、まあ、正規品と海賊版では、解釈の違いっていうのがね、非常に現れてるんじゃないのかなっていうのが、こちら、ナイチンゲールなんですよ。ああ、これね。ちなみにね、僕がこれ3000円で買ってきた。ね、3000円で買ってきた。海賊版買ったらあかんのちゃうの？あ、これはね、正確に言うと、海賊版やと、分かって買い取った店の方に問題があります。分かって買い取った店の方に問題があります。で、それに値段をつけてる。ね、海賊版に値段をつけてることに問題があるんですよ。はい。作れへんの？この前もありましたね。作れへんの？いや、一回作ったやんて。一回作ったけど、多分出来上がりがほぼ同じような出来上がりやったら、もうええからと思って、今回はまあ、今とりあえず置いてあんねや。で、置いてあるやつはね、店にはもう電話してんねんけど、もう平誤りで、着払いで送り返してくれたら、お金返しますんでって言って、今ここで止まってんねん。ちゃえんて、着払いで送り返すんじゃなくって、そもそも僕はお金払って買ってんねんで、みたいなね。お金払って買ってんねんから、当然、所有権僕にあんねんから、お金を先に返してもらうな、みたいな、この、ね、何本当に寒い、打ち合い。まあ、どっちみち返しに行くことなんねんけどね。こんな感じ、ナイチンゲール。ちなみに、このね、海外製っていう方、そうだな。アマゾンとかやったら海外製とか、並行輸入品っていう言い方するときあんねんけどな。どんな並行やねんとかって思うけどな。うん、これ。これね、そうやね。これ制作編があるんで、またよかったら見ていただいたら、こんな感じの。こんなんなんの？あのね、おそらくなると思いますよ。これは。
大味やけど、こうなりますよ。うん。その気になったら。誇張してね、写真見て、いや、こんなんなれへんやんとかっていう、たまにあるけど、これはね、こういう風になりますよ。はい。こんな感じです。はい。ね。僕ね、ナイチンゲール何が嫌いやって、このプロペラントタンクがね、後ろについてんねんけどね、折れるのよ。根元が折れんのか、折れるから、プロペラントタンクはつけたくない派なんですけどね。こんな感じです。はい。すごいよね、これね。デカールもついてんねん、ちゃんとね。スプリング使って。まあ、使ってないけどな、まだ。コイルスプリング使って。デカールはね、ネオジオンの、このマークまでちゃんと再現されてんで。この、シャアのマークもね、ちゃんとついててっていうの。結構危険な橋渡ってるわけすんねんけど。な。んで、まあ、あえて欠陥があるとしたら、あのね、腕がスポスポ抜けんねん。腕がスポスポ抜けんねん、これ。すごい直線基調やろ。そうやで、ね、こっちの、文は。はい。ということで、説明書見てもらいましたんで、実物を、久しぶりやなぁ。あ、後ろなんか、ファンネルコンテナが外れた。あ、腕も外れた。すみません。こんな感じです。この前のやつやな。こう上に向けへんねん、これ。こういうとこはやっぱり海外製やな。海外製って言ってたんだけど、腕が抜けねん、こっちの腕だけ。パチハメだけやねん、ここのとこ。だってね。穴に差し込むだけやねんけどね。穴の制限が非常に緩くって、こんな感じです。はい、この辺にね、コイルスプリングで動力パイプとクリアパーツでモノアイも再現されてるんですけどね。こんな感じです。ナイチンゲール。こう海外製。店でも、これ海賊版じゃないのって言ってんけど、もうお金払った後やったから、もうあれけど。こんな感じなんですよ。でね、こっちのね、方が、こっちの方がね、ちょっとええやんって思わせてくれんのが、まずね、ここのおちんちんが、実はこう稼働すんねん、ここら。これね、リボン100やな、100分の1やから。リボン100と比べたら、このね、おちんちんのとこが、リボン100を刺せるだけやねんか。こう動くねん、ここが。ほら。中に、で、このシリンダーみたいなモールドとか入ってたりとかして、意外とね、昔のね、パチモンって言ったら、本当にプラモデルをね、反転させてっていうの？プラモデル、日本のプラモデルを反転させて、金型作って抜いてるから、モールドが甘かったりしてんけど、今のやつはこの海外製って書いてあるやつは、ほとんどね、まあ、確かに日本製と比べると緩いんやけど、これはあるかなって思わせてくれるぐらいのとこがあるのよ、これ。これが後ろ。ちょっと今さっき吹いてんけどね。で、裏がこんな風になってて。ね。このプロペラントタンクのモールドみたいなやつが、ちょっと安物チックやねん、ここ見て。一箇所穴に刺すだけやねん、ここ。こうやってや。穴に刺すだけやねん、これ。ちなみにね、リボン100の方は、もう稼働するから、この後ろが後ろ稼働するために取り付けたらもう外れへんねん、これこれで、これに、型のバインダー、ファンネルコンテナのバインダーがこんな感じで、でここが実はね、動くねん。はい、リボン100ちなみに動かないです。付けたろか。これね、こっちの方がかっこいいで。こっちの方がね、なんていうの、センスの良さを感じるっていうの。ちょっ
つけたのか、ちょっと待って、僕自分の重さで下に下がっていった。自分の重さで下がっていった。よし。よし。じゃあこっちもう止めるわ。ああ、外れた。こっちも外れた。さすが海外製やな。まあ勝ちもんやけどな。なんかめっちゃ外れたね今。上に持ち上げたのかな、確か前はこう上に持ち上げてなんとか保持できたら、あ、できた、できた、こっちもちょっとうまく止めるかな、うん、よっしゃ、こんな感じです。ここがね、あのポリキャップとかついてないだけの可動軸だから、ほら落ちてくるね、これ。こうもだから上に上げとけんかったら、真ん中ぐらいでね、保持しようと思ったら、重さでガーンって下まで降りんねん、俺。ちょっと今外れたけど、ちょっとこれ、つけてみようか。ああ、そう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 。はめ込みやな、これな、はめ込みで。はめ込みとあれや、ポッチがついてるね、これ。じゃあ。よっしゃ。ただ。いいよ。今日のこの動画終わんねやろ、これは。あとでな、塗装するとき考えたら。みたいなところからの、よっしゃ、よっしゃ、取り付け自体がね、なんていうの、昭和なね、昭和なね、初期の昭和なキャラクターキットなの、パーツ分割のそれやねん、ほら。来られてくれ、もうまたしまうだけやねん、よっしゃ、いけた、ちょっとついでやからプロペラントタンクはどっか買ったやろ、うわ安もんなプロペラントタンクやな、ついでやついでやろ、2個しか取れない。演技だけ倒してもらおう。こんな感じです。はい。ね。ここがね、稼働すんねんけど、ポリキャップがなくて、カチカチカチってノック式みたいなね、はめ屋さんでこんな感じなんですよ。後ろから見たら。ね。バインダーね。5枚。ナイチンゲールってでかいよなって思ったらすんねんけどね、これが
何やったっけ、なんとかっていうメーカー、レギュレーションセンターナイチンゲール、はい、あのねダブルゼータガンダムはね正直 あんま好きじゃないねんな。おそらく快速版やからっていうことで、ちょっと試しに買ってみただけやねんあれね。できたらもうほんま返したいねんけどな、うん、こんな感じです。で今日はねこれが目的じゃなくて、これあの普段からチラチラ映ってたんやけど、こっちがねバンダイの、バンダイの、本家ナイチンゲールやねん。こっちがリボン100、くしくも100分の1同士やねんなこれ。でちょっと見ていただこうということで、どう違うのかをね、リアルに見ていただこうということで、でバインダー向こうはもう置いといたらええやろ。ブルーティーストックの上に置いといた、こう刺すだけ。バンダイの方が刺すだけやん。これ刺してもこの棒のあの硬さでなんとか持ちこたえてるみたいな感じで、こっちがリボン100ね、動く指がついてるこれナイチンゲールね、はい、でね、このね2つで相違点があるとしたら、ファンネルコンテナーの形、こっち1枚やねん、これ真ん中に入ってんねやんか。でここバッツリ割れてんのがちょっとかっこええやんって。であと次この型のこのバーニアがこれ根元から入ってんねんけど、これ実はねここ2本差しやねん、上からかぶせてるだけで。あとここやな、この謎の頭のこの部分の緩やかなカーブのところが、こっち白いね部分があんねん、うん、で後ろのこのスパーンって抜けるアンテナみたいなとこも、こっちの方がね、黒いパーツがはまった分だけ、ちょっとかっこいいやんて。で、かっこ悪いなって思うのが、こっちはほら、横、装甲のね、腰の装甲が1枚に対して、これがね、ここがもう、緩いねん、これ。ね、緩いやつを、ここの2つではめんねんけど、スポ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 外れんねん、ここが。うん。で、足は、全く動きません。足全く動きません。ここもそうやねん。1枚でできてるだけで、リボン100の方はね、足が折れ、わ、曲がんの、曲がんねん、こうやって。曲がんねんけど、こっちはそのままです。で、致命的なのがここやな。差し込みが差し込んでるだけなんで。はい。けどね、成形やな。カチッと成形して、カチッと抜いてってなったらね、かかった時間はもしかしたらやけど、こっちの方が早かったはずやねん。こっちのリボン100の方が、表面処理に時間がすごくかかってる気がするわ。うん、これちょっとこのポーズは分かりにくいからな、並べてみよう。腕が外れてんねや、走行と腕が。なんとバーニアまで外れてんねやな。うわ、落ちた。頼む頼む頼む。
が硬いバンダイのバインダーが7点から。よっしゃ、こんな感じです。はい、2つ並べると100分の1100分の1、ね、型のバインダー、これで、これが型バーニア頭ね、こっち白縁やね。でハイグレードやったかな、144分の1のハイグレードはね、ここにメガ粒子砲があって、このここがメガ粒子砲がパカッて開くねん。ハイグレードの方が後発売やから。ただね、マスターグレード、あ、じゃあこっちのリボン100ってな、とこっちはね、ここにね、あの拡散ビーム砲がねないのよないねん。でここがあのおちんちんとかやねんけど、これが本家、こっちがあの海外製のやつやねんけど、これはねこっちの方がかっこいいんちゃうかなと思う時あんねん。あと肩、これ前やな、前面の装甲のとこはもうこれほぼ足のとこまであんねん。これほら足のとこがあんねん。ちなみにこの後ろにあの隠し腕もあんで隠し腕もあんねんこれ、うん、いうことでね、これあの暗い画面の方が長かったけど、探してきまして、でまあ見たい人もいてるやろうからと思って、あのお盆の間か8月の一定の期間までの間はあのこれここ置いときますんで、あの見たい方はまた言ってください。はい、まあ、まずは来てもらわなあかんかもしれへんけどね今日はこんなやつばっかりやりますんで、はい、こっちはね、こっちはね、なんやろ、で、見たいねんっていう人、こっちはね、見たいっていう人がいてる場合、あの、送ってあげますよ。あの、多分ね、宅急便やったら100サイズぐらい。宅急便で100サイズぐらいねんけど、ステッカー、デカール、で、ビームトマホークとか、隠し腕とかも全部、今全部だ、あるんで、これに、ちっちゃいプラモデルの箱の中に細かいパーツが入った状態でよかったらね、これ送ってあげるよ。うん。で、どんなんか見たいねんっていう人が場合は、それは OK。で、見終わったら返して。見終わったら返して。うん、っていうところ。こっちは、もうこっちはもう買ってください。こっちはもう買ってください。で、これもね、今一定期間僕は満足したところに、置いてたら、まあ、ここにね、もう、プラモデルがもうたくさんありすぎて困るんで、これもね、欲しい方がいらっしゃったらあげますよ。うん。これ実はね、こうやってできてるように見せかけて、ここのバーニアね、一切まだやってないんですよ。やってない。うん。だから、こっちが見たい人の方が多いんちゃうんかな。うん。けど、店の店頭で飾ったり、無理や、無理。だからね、っていうところでございます。はい。